うん。どうしてあれ以来メルタンは見つからないんだ。やはり特別な条件が必要なのか。やあ、ウィロー君。あ、オーキド博士。聞いてくれ、新しい発見じゃ。何ですって？博士、早く教えてください。うん。古い文献と同じ場所からこの不思議な箱が発見されたんじゃ。ただ中には錆びた鉄の塊のようなものが転がっておるだけでの。錆びた鉄の塊？しかしこの鉄の塊からメルタンの体と同じ成分が検出されておる。先日君が送ってくれたメタモンがメルタンの姿を覚えていたじゃろ。おかげでわかったんじゃ。ああ、思い出しながら変身してくれたあのメタモンですね。本来のメルタンの姿とはちょっと違っていましたけど。さて、どうじゃね、ウィロー君。何か気づかんかね。ん？博士、不思議な箱をこちらに送ってもらえませんか。さすが、わしの教え子じゃ。大木戸博士、不思議な箱が届きました。よし、いよいよじゃな。では開けてみます。うわあ、出ました、メルタンです。うおお、やったぞウィロー君。ええー、博士、やはり私たちの仮説は正しかったんですね。うむ、文献にあったかのポケモンがもともと暮らしていた環境に似た場所、つまり研究室の中ではなく、私が立っているこの自然あふれる大地の上でこそ、不思議な箱の中の錆びた鉄の塊に特別な反応が起こり、幻のポケモンメルタンが姿を現したということですね。いやー、これはポケモン学賞ものの大発見じゃぞ。ん？あ、博士、見てください、メルタンがこんなにたくさん。なんと、一匹ではなくそんなにたくさん出てくるのか。これは研究のしがいがありますね。あれ、大木戸博士、不思議な箱が開かなくなってしまいました。あ、言い忘れておった。なぜかわからんが、しばらくすると閉じてしまうんじゃよ。わしもいろいろ試してみたんじゃが、次に開くようになるまでには少し時間がかかるみたいでの。そういう大切なことはもっと早く言ってもらえますか、博士。すまんすまん。よし、ウィロー君には不思議な箱を開けてメルタンをたくさん集めるというミッションを託そう。時間はかかるが頼んだぞ。頑張ります。いや、しかしこれは我々の階級だぞ。論文はぜひ連名で書くとしよう。ああ、はい、そうですね。ではまた。論文か、大木戸博士も相変わらずだな。ん？君たちもそう思わないかい、メルタン？